Yeah, hello, what's up everybody, welcome back to another video reaction, and today I'm gonna watch Pochi the Rock episode 6. And in the last episode they passed the audition, so before you watch it, make sure you guys hit subscribe and thumbs up, comment down below, and also do not forget to follow me on my social media, link in the description below, and I'll just start it. Okay. バンドを組んでみたいななんて思ってたら、私たちとバンドやろう。ライブには出さないと言われて大慌て。うわぁ、バンダ見事合格を勝ち取って幸せいっぱい。チケットノルマ5万。バンドメンバーと家族以外知り合いがいないのに大ピッチ。どうする、どうなる、本当。父、母、妹、犬、あと1枚はおばあ、おばあちゃん。ライブのためにわざわざ片道3時間かけて。ジミヘイは一緒に行けないじゃない。やっぱり、うん、いや、それはさすがに私も。2人もライブハウスに入れないだろう。5歳だし。つまんない。怖いとこなのよ。父、母、父、母、父、母、父、母。お母さんの友達呼ぼうか、呼ぼうか、呼ぼうか、呼ぼうか。お姉ちゃん誰もお友達いないもんね。お姉ちゃん話さないだけで学校にたくさんいるんだよ。嘘だ。冗談でもそんなこと言っちゃダメだよ。人の痛みがわかる子になりなさい。ごめんなさい。お母さん、友達に声かけるね。大丈夫、完璧に。学校にたくさん友達いるんだからね。ライブ楽しみにしてて。頑張りだった。はあ、打つ手がなさすぎてどうしよう。よかった。なんか売れた。ぼっちちゃんはどうかな、今日は来る？新曲もみんなで合わせたいし。みんな順調そう。 なんて返事する。ノルマ余裕です。って強がる。いや、正直にノルマ無理っていう。でもそしたらノルマ分がさばけない人はクビだよ。バイバイぼっち先輩。私の広くて深い人脈をたどって、素敵で陽気なギタリスト、イエーイ。はい、今そこで買ってきます。それと酔い止め、はい、あとしじみの味噌汁、おかゆも食べたい。解放場所は天日干ししたばっかのふかふかのベッドの上で。すごい助かった。本当にありがとね。頭外して丸洗いした。やばい、人を助けてしまったかも。あのそれじゃあ私これで。あ、名前なんていうの。ことひとりです。かわいい名前。ありがとうございます。あ、ひとりちゃんも飲む。やつだけだけど。あ、いや、お、ひとりちゃんって未成年だっけ。で、あれ聞いてる。なんでさっきから絶対ヤバい人。本気なのかボケなのかわからないけど。3秒後にダッシュで逃げよう。ギター。私バンドやってんだ。インディーズだけどね。この人かっきある人ギター。怖い。最近の若者はロックをなめるな。もっとふさわしい人にこのギターを使ってもらって大空へ羽ばたいてほしくて。私は全然弾けません。すみません。ああ、何円で売れるかな。今日は焼肉だ。待って、一日で諦めるのはもったいないよ。売るのはいつでもできるからさ。もう少し続けてみたらそのギターにふさわしい人になれるかもよ。なんちゃって。思ったよりまともな人っぽい。いや、ごめんなさい、今の話
全部嘘です。え、すごいスラスラ嘘つくね。ベースはどちらに？居酒屋に置きっぱなしだ。取りに行くよ、ひとりちゃん。命が軽い。ねえねえ、ん？ぼっちちゃんから返事来た？未だスルー。でもどうしよう、ぼっちちゃん追い詰めちゃってたら。気持ちわかる、私も何度圧をかけられたことが。よく言うよ。何時間飲んでるんですか？打ち上げが10時からだったから。まあ、相手ですもんね。このままダブル対応決めちゃってもいいんだけど。やるからさ、つい全部。ほら、将来の不安とか。私はこれを幸せスパイラルって呼んでるんだ。真似していいよ。あ、いや、悲しい幸せだ。まだピンとこないか。まあ、ひとりちゃんも大人になったらわかるよ。いや、大人になってもわかりたくない。お母さん最近ついにハロワ行けって言わなくなったな。きっと孫のお世話で忙しいんだな。二人がママだもんな。もうこのままじゃダメなのわかるけど、もう人生頑張れないや。なんだかんだあの頃の私ってキラキラしてたんだな。みんな今頃何してるんだろう。でも顔を合わせても何を話せばいいのか。君もしや結構ヤバい子。すみません、取り乱しました。そういうの嫌いじゃないよ。そういや、ひとりちゃんは何してたの？ひとりちゃんは悲劇の少女だったわけだ。すごく同情してくれてる。チケット売るの大変だよね。私も最初の頃はすごい苦しんだな。そうなんですね。よーし、命の恩人一肌脱いであげよう。私と君で。今からここで路上ライブをするんだよ。生きてます。今から路上ライブするんだけど、機材持ってきてくんない？機材だけでいいから。どうしよう、どんどん話が進んでいく。皆さん、今からライブします。ただなんで暇なら見てってください。見てってください。あ、楽しみ。いや、君もやるんだよ。でも一応言っとくけど、今目の前にいる人たちは君の戦う相手じゃないからね。敵を見誤るなよ。それじゃあ始めますね。曲はこの子のバンド、結束バンドのオリジナル曲です。パチパチパチ。 You can do it。 ほら、弾くよ。はい。この人、即興なのに音に全く迷いがない。すごく自信に満ちた演奏。私の演奏を確実に支えてくれてるんだ。楽しんでるって。それに比べて私はお客さんに笑われてないかな。顔を上げるのも怖い。頑張れ。ちょっとあんた何言ってんの？なんかギターの人不安そうだったから、ついついって。そうか、初めから敵なんかいない。私が勝手に。ひとりちゃん、目が。一気に演奏の安定感が増した。本当はこんな風に弾くんだ。そうだよ、ここにいるのは君の演奏が聴きたくて立ち止まってくれた人たちだ。この短時間でちゃんと気づいて欠点こたるんだ。みんな笑顔。これからたくさんライブしたら、もっとこんな顔が見れるのかな。片目しか開けてなかったの。お、どうした？あ、いえ、ごめんなさい。はい、このライブのチケット買ってもいいですか？2枚ください。よかったね、ひとりちゃん。1枚1500円なんで3000円です。だよね。はい。
もやります。待ったはずなのに今夜は焼け酒だ。なんで泣いてるんですか。ごめんごめん、うすぐ幸せいっぱいなの決めるから絶対それ体に悪いですよ。すみません、ごめんなさい。警察脅されるされないされない。私が買うよ、チケット。それでノルマ達成でしょ。いいんですか。もちろん。また一緒にライブしようね。バイバイ、ひとりちゃん。不思議な人だったな。やっぱバンドマンってかっこいい。あ、チケット買ったらお金なくなっちゃった。電車賃かい。ライブ行った時この展開なんか覚えある。バンドマンお金なさすぎるな。今日練習行かなくてすみませんでした。あとチケット全部売れました。そうしんとだそうです。ぼっちちゃん絶対嘘ついてるよね。だね。やっぱりこのロインがプレッシャーになってたのかも。かわいそうに。明日の練習はみんな優しく迎えてあげよう。はい。They don't believe you, Bocchi. Okay, so episode 6, Bocchi sold the tickets and she doing the street performance too. And with the street performance, there are so many new people gonna know aboutBocchi and the Kesoku band, and Bocchi did it. Bocchi did it. The first street performance. And Ryo and the others don't believe that Bocchi sold all of them. Okay, so thank you guys so much for watching. I hope you enjoyed. Make sure you guys hit subscribe with thumbs up. Have a great day. See you next time.